野生の坂田のメガネあった。セーブポイントだからセーブしといた。あるある探検隊、あるある探検隊。違う。ほら、いました、いました。えぇ、言ったそばから。そうそうそう。坂田、急いで。はい、撮れる。その辺、そっちだ。撮影いける、ここ、ここに。あ、ここ、はい。ちょっと撮りますわ。捕まえて、捕まえて。おー、引いた。コクワガタ、完全なコクワガタです。僕が見つけて、僕が回収しました。ノリスさんね。僕ら迎え入れてくれたんだね。おこちゃん、リースです。ちょっと驚いて、動かなくなっちゃってますけど。これが天然のコクワガタですね、うん、天然のコクワガタですよ。アスファルトが懐かしいですわ。いや、ほんとね。やっと帰ってきた。一旦ね、また次逆側の道行くんですよね。なんか別の場所行くみたいなんで、まあ、結果コクワガタ1匹だったんですけど、超過酷な。割に合わないよ。割には合ってないですね。そうです。でもめっちゃ楽しい。ほんと少年に帰ったような、小さい頃を思い出す。ね、坂田もめちゃくちゃこけてたけど。え、この格好、事前にどんな服装でとか聞いてたでしょ。なんなんこの格好。いや、僕こんなアスファルト歩いて、まあ、木あるみたいなのかと思ってたんですよ。あんなここ入ってくと思わないでしょ。ほんま。持ち物とか事前に言ってなかったの。いや、言ったんすけどね。まあ、じゃあ聞いてないけどな。よし、じゃあもう一回別のポイント行きましょうか。まあちょっと、もうちょっと行きましょう。なんてですか。休憩したらどうですかって。休憩したらどうですかって。ノリさんに。いや、休憩僕いらないですもん。いや、ちょっとあんまり面識ない人が言った方が効力あるから。こういうの2回目でしょ、千丸さんも。まあまあまあ、俺よりはって話は。いや、でも舗装されてるんで、道今コンクリートで。あ、カブトムシ、カブトムシ、ほらほら、カブトムシが餌食べてます。カブトムシが餌食べてます。うわ、白いのが。ただなんかいるけど。樹液、樹液、樹液を吸ってんで。あ、ここは？ここはもういる？入った。こっち繰り出せ。おお、出てる出てる。おお、ゲットゲット。はい、うまいうまい、ゲット。おお、取った。カブトムシゲットです。今年初じゃない？初です。初カブト。初カブト。この上のわかる。なんていうんですかこの虫は。うん、わけわかんない。虫は。虫見える。おお、来た。あ、くそ。あ、コクワですね。コクワすごい。あ、でもなんかすごい。これちっちゃい。これかわいい。かわいい。コクワ。顎結構特徴的なコクワで。これスジクワじゃん。あれ、え、何、何、コクワじゃねえじゃん。何、何、何、また違うんですか。あ、ほんとだ。スジクワっぽいですね。スジクワって何。あ、ほら、コクワじゃない。あ、なんか頭から。頭の、それ先っぽが。スジクワか。スジクワっぽいね。スジクワゲットです。かわいい。これ初ゲットじゃない。初ゲットです。ね、今まで最初だって。やりました。これ良かったじゃん。すごい。すげえ。結構レアだよ。あ、そうなんですか。うん。やった。ここは全く違うな。こっちがスジクワガタ。こっちはもうコクワガタ。似てますね。ね。似てるけど違うんだ。全然違うね。八丸さん。うわ、これ怖いから。本当に。まだ山慣れしてないから。こういうやついる。こういう獣いるかと思うから。山梨名物。こういう獣。はい、ということで、ちょっとまた、さっきの山道を山、ね、まあ、一通り終えて、また次のポイントに移動してる最中でして、最初の一発目、険しい山の道のりのやつ多分撮ってると思うんですけどね、はい、結果的に言うとコクワが1匹撮れたので、まあリリースしたんですけど、あとはノリスさんが1コケ、八丸さんが4スベリで、坂田が、3プーさん。3プーさん、プーさんみたいにコケちゃいました ね。 ね、でその後、まあ道整備されてる場所の脇にクワガタいるか探したら、そっちの方がたくさんいるんで、この自然のわからなさというか。次行くとこがあれ、大本命というか。大本命ですね。次の方が危険ですか、ね、結構道のりは。小動物が出てくるね。あ、なるほど。やだよ。危険性があるね。なるほど。イノ
イノシシ危ないらしいですね。イノシシはね、突進してくるから牙が尖ってるから危ないらしいですね。すみません、野口さん、毎回運転お願いします。お願いします。はい、ということで次の最終スポットにつきまして、ちょっとここでだから言ったらノリさんがオオクワガタを見つけて捕まえることができたっていう場所だったんで、獣がたくさんいるらしいんで、ここは獣注意らしいんで、ちょっと本当なんか戦う練習もしとかないとな。そうね。一回じゃあイノシシ来た時の対処をやってくださいよ。はい、イノシシだ。これがイノシシってこと？はい。これイノシシでしょ。はい。なんでも襲ってくるんですか。だってこっちから先に向かってなかったら行く必要ない。そこか。はい。あ、イノシシだ。いやいや、離れるしかないから。ちょっと笑ってるけど、なんでこんなことで避けるのがおかしいですか。スローで10回ぐらい使ってよ。ケースだよ。ちょ待って、ボロバレてる。これどこのやつですか。俺のどこで、どこのやつですか。俺の今日買ったやつですか。そう、今日買ったんですか。どこで買ったんですか。ホームセンター。本当にこれ100均のやつでしょ。いや、多分ホームセンターだって。俺よかったです。まあでも僕のやつあげるんで。いや、じゃあ頑張って張り切って、はい、行きましょう。行きましょうか。あ、これ始まるさ。頑張りましょう。頑張んなそうだよね。もう一回回す。え、なんすか。その動画としてはいいと思ったの。今のプラケース、うん、ちょ事実発覚したんですけど、めちゃくちゃ申し訳ないなと思ってたんですけど、今のプラケース、三森さんのやつやったんですね。あのプラケース、昆虫ハウスに置いてる俺のプラケースらしい。え、で、自分が買った。そうですよね、100均のそうだな。え、まあまあ、自分で買ったって嘘ついたじゃないですか。その感じの方が多分面白いと思ったんだよ。はい、しかもあれ自分、僕のやつらしい。まあまあ誰、ああらしいですね。まあ誰のもんとかそういうのじゃないじゃん、はい、壊れたという事実を伝えたかったから。ちょ、勝手に自分のものにしてるあたりやばいですね。松村さん行きましょう。ここもう完璧山奥っすね。真っ暗よ、本当は。真っ暗。あれ、何ですか。あれ、何ですか。何あれ、クワガタ。あれ、これでもクワガタかなんかじゃないですか。もうこれコカブトじゃない？コカブト、そう、さっきから人々ないじゃん。あ、コカブトだ。あ、コカブトだな。コカブトですよ。コカブト。あ、肉食性。これ肉食。やべ。肉食。眩しい。この間はこれでしたね、ノリさんが。そうですね。ここでゲットしたんだけど。いない？じゃないのか。いないですね。今はいない。これもやっぱ人が削っちゃうと、もう二度とそこには。まあやっぱその隙間がなくなっちゃうからね。あ、巣を作りにくいということですね、オオクワガタも。家を壊されたみたいな感じで。もう住む場所がなくなって。それはね。できるだけ採取するときも、絶対削、あんま削らないように。うん、削らないのがやっぱ基本じゃない。取りましょう。強力が好きだ。いや、最強ですね。削らないと。これもうこの感じだと、あの車が演奏してもなんか直してくれ。直してくれそうだね。でもね、実はお医者さんなんですよね。すごい。それがすごい。次、あの、ボンチさんのポイントいきます。ボンチさんのポイントに行くみたいなので。はい、どうだった、あの、車が演奏しても直してくれそうな服装っていうのはどうだ。あるんだけど、そうです、あまりにも危険だから。あんまりいいです。あ、そう、ちょっと案内する。じゃあちょっとなかったことにして。最初のところでもやばかった。いやいや、言わないでください。そこでもぜいぜいなってたから。これ2機分なくなってますもんね。いや、2機分たまたま心臓4つあるから。いや、ないよ、クズじゃないから。心臓たまたま4つあるからっていうの。あれってあります。微妙でした、ね、微妙か。じゃあ全部なしだ。全部なし。ボンチさんが合流したということだけお伝えします。あ、これここらしい。この木らしいですね。ちょっと立ててみる。この木か、でっかい木やな。これをじゃあちょっと次の方に参りましょうか。はい。もうでっか、何年もの。これはすごいな。これもすごいな。上すごいな。形とか
いやー、ほんと高い、でっかい脚立とかで。あー、重機出てる、そこ出てますね。ガガ、いるじゃん。うわ、すごい。これももうちょっと高い脚立がいい。あー、確かにちょっと届かない。高い脚立がいい。すごい、すごいですね、やっぱ。ここなんかいるじゃん。はい、なんかいますそれ。いるじゃん、これ、三重丸か。え、あ、ちょっと、ちょっと、見える。どこでしょう。なんかいなそうです。これ、葉っぱの下に見える。そこそこそこ、どれだろう。それそれ、小型じゃん、これ。そこ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 、これ、指の先。あ、おお、なんかいました。いるじゃん、いるじゃん。え、え、大久保さん。え、大久保さん。え、大久保さん。え、やばくない。先生、大久保さん。お、大久保。こんなことあるんですか。これ、どうですか。いやいや、めっちゃ大久保っすよ。めっちゃ先生中だよ、これ。え、大久保。え、やばいじゃん、これ。マジ。あ、顎尖ってるよ、ほら。先生中だよ。ついに。え、やば。え、いやいや、そう。ちょ、待って待って。いや、こんなんすかね。え、いたじゃん、いたじゃん、いたじゃん。キー、出てきたんだよ。遭遇の仕方と違う。キーいっぱい探してるけど。今、あの、なんて言えばいいの。僕、あの、このオス見るの初めてです。初めてすごい、なんかね。これ、完全に多くは新生虫だよ、これ。先がほら、尖ってんじゃん、顎の先が。生まれたてってことですか。生まれたてですね、これ。赤ちゃんや。削れてないってことですか。先っぽが尖ってるでしょ。はいはい。そんなこと。エルト個体だったら、あの先がね、削れてるんですよ。ナイフ当てない方がいいですね。わかる。すごい、今日ノリスさん、コクワガタの天使の中で確かに、45ぐらい。うわやったね。すごい、40ぐらい。やった、山でしょ。301すごい、すごい、やったゲット。すごい。あー、八丸さん、こんなことある。八丸さん、眩しい。いや、だから、こう、ついててほしかった。いや、そうですね。まさかね、木を探してたら下にいたとはね。あの、101号室はあの、これ出さないでもらっていいですか。いやいや、バチ使う。いやいや、短すぎるでしょ。いや、でもいいポイントだね、ここね。いや、すごい。これやっぱ、なかなか見つからないモンスター。いやいや、もう、わかんないですよ。もう、見つかんないでしょ。ライトが消えちゃったか。ちょ、なんか思ってた見つけ方と全然違うから、なんか拍子抜けというか。あんまやっぱいないもんなんすね。いないいないいない、こんなめっちゃいないいない。いや、すごいな、ラッキーだな。タイミングだよ、タイミング。この間も、運だよ、運。つけ、見ることできて、今回2回中2回見たってことですね。いや、これ、だってこの前は撮れなかったから。あ、え、撮れなかったんすか。そうだよ、見かけたけど。見かけたけど今回完璧撮りましたね。いや、すごい完璧、完璧。オーカーゲットっすよ。いや、うわ、こんなことあっていいんすかね。見せて、見せて、見守る、顔と一緒に。確率的にはどのくらいなんすか。いや、もう15回来て1回取れるかどうか。うわ、こんな大変な思いして1回取れるかどうか。取れるかどうか。すごくない、これ。ゲットしたぞー、大倉だぞー。いや、すごくないな、もう何が起きてるか分かんないね、本当にね。見た、八丸さんがなんか登ってる。八丸さんがめっちゃ本気出してんだけど。いやいや、だってそれはね、これもしかしたら、あの、上の中の室にもっと大きいのがいて、それに追い出された可能性があるんで、今あの知り合いの方にこう。なるほど。ああ、そういう可能性もあるんですね。そうか、本当ね。喧嘩しては変に脚立じゃ無理なんだよね。変に樹液出てるのに何もいないっていうのもちょっと怪しい。怪しい。大きいやつが中にいて支配されてる可能性あるんですかね。まあでもちょっと残念ですね。脚立が届かない。脚立が届かないのが残念だね。またでもね、ちょっとでかいのでリベンジするか。次来た時にね。いいね、ここ場所が。いや、ちょっと、はい、今衛星を受信しました。いや、違いますよ。大久保は撮れたんでしょ。いや、そう、多分映像で見てもらった通りなんですけど、はい、そう、だからなんか感覚的にはもう不意疲れすぎて、今精一杯できる例えで言ったら、そのドラフト4位ぐらいで指名かかったみたいな。ちょっと分かりにくいですね。で、なんか今徐々にその実際捕まえたっていう感覚が込み上げてきてる感じで。そう、まあドラフトかかったことないから分かんないんだけど。もう言ってることも支離滅裂ですけど、とにかく嬉しいってことですね。そうそうそう、びっくりして、びっくりしかしてない。だからなんか今まだこの時期は新生虫とか、まあもろもろ全部込み込みで、そう、ウロ、自分の住処を探してる状態だったりして、ここら辺、そう、オオクワガタは普通の木に止まってたりすることも、僕らが確認できなかった上の方のウロ
にもっと大きいやつが住み着いてて、そのクワがいるから下に落ちちゃったというか逃げちゃったみたいな、で縄張り争いに負けて下に落ちてたりさまよってたのかなっていう可能見解もあるらしくて、ね、ずっと木探してましたけど最終的に土んとこにいるっていうね、びっくりした。はい、ということで、まあ、山梨の昆虫採集終了しまして、現在2時30分ですね。今高速ちょうど乗って、まあ、パーキングのところで一旦休憩してるという感じで、最終結果はまあリリースしたのも込みで言ったらコクワガタがまあ数匹、もうこの時期ちょっと珍しい国産のカブトムシ1匹、スジクワガタですね、スジクワガタ、スジクワガタがまあ2匹か、一応もう未だ未だあんま信じられてないんですけど、オオクワガタ1匹で、これヤバくないですか、今でもほら、いやすげえよ、オオクワ、これ多分45-46mm ぐらいなんですけど、これ何そのノリスさんが見つけて、でもこっちはコクワぐらいしかいないテンションで、ノリスさんがクワガタいたよ飛んなって言われて、しかももう下の方よ、その落ち葉、落ち葉とかが落ちてる場所いるじゃん、これ見えまりかで、お尻だけ出てて引っこ抜いてみたらオオクワの顎みたいな、ね、え、大久保じゃん、だからもう わけわかんなかった、しかも最後の最後なんですよね、最後の最後にここ行ったら帰ろうみたいなところで大の大人がうわぁって言ったんですね、多分平均34歳ぐらいでしょそうですね、僕が平均下げてるぐらいですからね、そうね、みんな大人が喜んで、口元さんが一番喜んでたんじゃないですか、これもまあじゃあ毎月行かされると思ったからいやいやいや、それってあれだけど、なんか言い方あれですけどね、冷静じゃなくもうなんか熱くなってね、はい、深山の透過採集とかも行きたいですか、それは本当に行きたい、それはそれだから新しいことしたいからさ、はい、あーなるほど、大桑編は一旦ね終焉ということで、いやこんな珍しいことないですから、その前回も結局ウロの中で大桑自体は僕確認して、で今回大桑捕まえられたっていう、これ相当多分稀なことだとは思ったんで、今日行った場所がそのボンチさんっていう方が途中から来てくれて、そのボンチさんがよく行く最終スポットみたいな、その綺麗なその立派な大漠麦が一本だけ立ってるっていうポイントをまあ何か所か回るみたいな、やっぱそういうもう誰も見つけてないような大漠麦みたいな場所にはまだいるんだなっていう、知る人ぞ知るねような感覚で、いやもう なんだろうね、ずっと浸ってるんですよね、そうだからで坂田もなんだかんだ楽しかったって言って、楽しかったです、ね、楽しかったです、今日どこないやっぱハイライトで言ったら、あやっぱ八丸さんが崖から落ちるときそうですね、本当危ないから死にかけたときに誰も助けないんだいやそれ助けに行けないさ、行けない無理無理、逆に二人で落ちるだけだし、来たら来たでなんで来んのなんで来んだよとか言ってね、いやいやいや途中のあのね、動物の目が光って何頭かいてさ、あれは怖い、鹿だ鹿だっていうので、ちょっと追っかけてったんですよね、映像で撮りたいっていうのもあったんで、ちょっとみんなで追っかけて行ったら行った先に、ね、木に熊の爪痕があったんですよね、怖すぎたね、でさっきのは鹿じゃなくて熊だったんじゃないかみたいなね、一瞬で怖くなったもんなあれ、でノリさんもね、帰ってる時にいや鹿は目は赤く光るんだよ、でもあいつは白かっただろ、あれは熊だみたいな、ね、いや近づいた赤いやん、ね、じゃあ行くなよじゃあ行った赤いやんって俺一回ね、ちょっと坂田だけ一人で行ってきなよっていう、坂田君、ね、坂田君カメラ持ってね突撃しちゃいなよって言ってるんですけどあれ俺調子乗ってね行ってたら、ね、マジでザッてやられたノリスさん、直々の悪ノリスだったからそうね、クワカブの部屋であれ悪ノリスを知ってるから、悪ノリスを知ってる方限定の話になっちゃいましたけど、全員逃げていくでしょ、俺がザッてやられたら速攻、まあでも、各々多分チャンネル、はい、動画はね、まあちょっと違った感じで映ってるとは思うんで、ぜひ3人ともまあ、その多分、上げる時期とかは多分多少違いますけども、ぜひ見てくださいということで、お願いします、はい、すごい充実した昆虫採集だったんで、またこの今期行ければなと、大桑編だったり三山編だったり平田編だったり、ちょっと今後まあやれる時あればやっていきますんで、はい、今後ともよろしくお願いしますということで、この動画が良かったなと思った方は高評価チャンネル登録の方をお願いいたしますということで、本日はね、あの夢のコラボカメラマン2人が、ね、一緒に来てくれたということで、はい、今後とも、昆虫の、ま、チャンネルという感じでやっていきますけども、クワカブの部屋も、101号室の方も、はい、ぜひお願いします。ご視聴
ありがとうございました。何